お湯だった。ありがとう。それじゃ乾杯。おいしい。やっぱりお風呂上がりの牛乳は最高だね。お風呂上がりの今しか味わえない美味しさがあるよね。ご飯も美味しいし、綺麗な旅館だし、来られて本当に良かったよ。ああいうのって本当にあるんだなってびっくりしたよ。おかげで君と旅行に来られたし、嬉しいサプライズだったよね。そうだ、牛乳のお礼に肩もみさせてよ。そうこなくっちゃ。じゃあ行くよ。お客さん、凝ってますね。最近忙しかったんじゃありませんか？そうだったんだね。それじゃあ今日は私が勉強疲れをもみほぐしてあげるよ。もみもみ。チカちゃんが菓子作り疲れた時とかによく揉んであげてるからかな。君の肩だっていつでも揉んであげるよ。あ、私はいいよ。もう君にそういう風にお願いされたら断れないよ。じゃあお願いしようかな。お手柔らかにお願いね。